どうもショペです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。最近その不要品を捨てるのではなくて、自分よりも必要としてくれる人にこう売っていこうっていうことをやってました。なのでメルカリ処分っていうのを最近やってるわけなんですけども、それで売れた、売上金がですね、今1万9400円あるんです。でこれをその銀行口座の方に振り込みをしてもいいんですけども、なんかせっかくだったらそのメルペイっていうのを使おうかなというふうに思っていますので、それをちょっと今回やってみたいと思います。って言っても全然設定とかわからないので、今回はそうですね、このメルペイ 20% 還元っていうキャンペーンもやってるみたいなので、ちょっとこれを設定していきたいと思います。って言っても全然これメルカリのその案件とかそんなんじゃないんで、はい、勝手に個人的にやってるって感じです。そう、メルペイではあるんですけど、そのドコモが提供している ID、 このマークがあれば使えるみたいなので、はい、こんな感じでやっていこうと思います。じゃあまずは銀行口座の登録へ進みます。受付番号っていうのが付与されて、これがなんか必要になるコピーで、企業へ戻って、はい、銀行口座の登録が完了しましたと。で、OK。売上金がメルペイ残高に変わったということですね。で、ポイント購入の必要はありません。はい、こんな感じになりました。で、この下の電子マネーで支払うっていう、ここを押します。で、設定を始めます。次へ。4桁の認証。あ、なんか SMS に送られてきたみたいですね。1477。認証して完了。はい。あ、これでもう OK ですかね。おお、早いですね。電子マネー情報を追加。これ追加したいですね。はい、追加。お。で、これで同意すると。追加されましたか、これは。よいしょ。設定完了。で、そうすると、ピッ。おー、なるほど。これでもういけるわけですね。もうこれであとピッてやるだけですかね。ID で支払うっていうのを押して、パスコードで支払う。ピッ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 。なるほど。そうすると、もう支払いができると。これ便利ですね。では今から財布やカードを一切持たずにこれだけでお店に行ってみたいと思います。でも時間が今7時で、そろそろお店が閉まってしまうので急ぎたいと思います。はい、翌日のショッピングでございます。で、あのあと結局お店に入ったわけなんですけども、まさかのそのお目当てのものがなくて、閉店5分前ぐらいでお店の人もなんかこう帰りたそうにしてたので、それで出てきました。はい、なので今日は店舗を変えてちょっと新宿の方に行ってみたいと思います。新宿のメガネスーパーでかいところがあるので、そこに行けばあるかなというふうに思うんで、そこに行ってきます。ただいま、帰ってきました。いや、結構なんか新宿駅さまよいましたけどもね。で、こちら買ってきましたという感じですね。 LINE Pay だったり Suica をスマホで決済するのと同じような感覚で ID で支払いしたいですって言ったら、あ、分かりました、 ID ですねって言って、こうちょちょって、じゃあここタッチしてくださいって言ってタッチしてピコーンっていう感じでした。まあ、そこら辺のこう様子をお見せしたかったんですけども、ただ他にお客さんがいっぱいいたので、ちょっとカメラを出すのは控えましたって感じですね。じゃあ最後に僕が買ったサングラスのシェアをしていきたいわけなんですけども、なんでサングラスを買ったかっていうと、ネットで調べたりするとその紫外線が徐々に強くなってきてると、恥ずかしがらずにサングラスをかけないと本当に目がやられちゃうよっていうぐらい強い紫外線が日本でも観測されてるみたいなんですね。目を守るためにサングラスは必要かなって思っていたのと、近日ある国に言ってくるんですけども、そこが本当に日差しが強いのでサングラスは必要だなということで、なんかいいタイミングかなと思って買ってみましたという感じですね。はい、こちらです。で、
こちらですね。物はですね、レイバンのエリカっていうやつですね。はい、こういうモデルです。で、かけるとこんな感じになります。いかがでしょう。僕は全然画面見てないんですけども、はい、こんな感じになります。部屋でかけても全くあらがたみは感じないですね。まあ当然か。紫外線対策に関しては今度の旅行動画が終わったあたりぐらいからなんかシェアできればいいかなというふうに思いますんで、はい、その時まで楽しみにしておいてくれれば嬉しいです。まあそんな感じで今回はメルペイというのを今更使ってみましたっていう動画でした。全部が全部そのキャッシュレスサービスをレビューしていくつもりはありませんけども、まあ、自分がたまたま使えるやつで、あ、使ってみようって思ったものに関しては、まあ、使っていこうと思います。今はクレジットカードで落ち着いてますけども、これからもキャッシュレスチャレンジっていうのは続けていこうと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしてくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最初このサングラスを中野で見た時にはなんかレイバン 30% オフとかってやってて1万5000円ぐらいに値下がりしたんです。で、あ、安いと思って買おうと思ったんですけど、でまた後日行ったら、え、そんなのやってましたっけとか言われて、で価格を元に戻ってて、あれと思っていろんなお店もあったんですけども、結局末端価格でしか売ってなくて、でしかもこのモデルも売り切れが続出してて、あれと思って結局末端価格で買っちゃいましたけども、そう、でもこれが欲しかったのでやっぱゲットできて嬉しいです。いろんな国だったりいろんな場所に行って使っていたいと思います。皆さんもそういう長く使ってるアイテムがあれば、なんかこういうのを使ってますっていうのを教えてくれたら嬉しいです。